ウルフ・オブ・ウォール・ストリートは2013年のアメリカ合衆国の伝記、コメディ映画、ジョーダン・ベルフォートの回想録、ウォール街狂乱日記、狼と呼ばれた私のヤバすぎる人生を原作としたマーティン・スコセッシ監督作品である。脚本はテレンス・ウィンターが執筆し、レオナルド・ディカプリオがベルフォートを演じるほか、ジョナ・ヒル、ジャン・デジャルダン、ロブ・ライナー、カイル・チャンドラー、 マシューマコノヒーラーが共演する。スコセッシュとディカプリオのコラボレーションは、今作で5度目である。日本公開版ポスターのキャッチコピーは、貯金ゼロから年収49億円にヤバすぎる、人生へ、ようこそ。22歳で結婚した、ジョーダン・ベル・フォートは、金持ちになる野望を抱きウォール街の投資銀行、エルエフロス・チャイルドに入社。そこで風変わりな上司、ハンナ・トランチを共にし、 この世界では、コカインとリラックスが成功する秘訣と教えを受ける。半年かけて、株式仲介人の資格を取り、意気揚々と出社した日に、ブラックマンデーに襲われ、会社は倒産。失業したジョーダンは、新聞の求人欄で家電量販店の倉庫係に目をつけるが、妻が株式仲外人の求人を見つける。コンピュータもない粗末な事務所を訪ねると、 扱うのは一株六セントなどの店頭株だけだが、手数料は五十パーセントだと説明され、意欲を出す。巧みなセールストークであっさり二千ドルを稼ぎ見ながら、英雄扱いされる。こうしてジョーダンは、クズ株を売り続けボロ儲けした。稼ぎで購入したジャガーを駐車場に止めていると、家具屋のドニーが声をかけてきた。月収を聞かれ七万ドルだと教えると、ドニーは、下で働くという。 その後、お礼として、クラックを進められ一緒にハイになった。ガレージを、事務所に借り会社を始め、マリファナの売人を営業マンとして雇用した。ジョーダンは社員に、ペンのセールスを例に手本を見せた。このペンを売るには、相手に、ナプキンに名前を書けと言えとセールスの基本である需要と、供給を教える。妻から、 貧困層を相手にしていることを咎められたことをきっかけに全米上位1%の金持ちを相手に変え、社名もストラットンウォークモント社に変えた。一流銘柄で取り入りくず株を買わせ、利益を出す戦略は功を制し、会社は急成長した。ホーブス氏の取材に応じ、ウルフと悪名がつくも、その名は若者にも知られることとなり、入社希望者が退去して押し寄せるようになった。 そのまま勢いがつき、スティーブ・マデンというドニーの同級生の靴会社を新規公開株として非合法に設けることに成功する。自宅のパーティーに出席したナオミに一目惚れし、不倫関係になり、妻と離婚。再婚後はナオミという大型クルーザーを購入するなど、私生活も順調に進んでいた。しかし、ある連邦捜査官が株価の不審な動きに疑問を持ち、 内定を進めているとの情報が知り合いで、元刑事の私立探偵から入る。自ら連絡を取るのは危険だと警告を受けるも、ジョーダンは自分のクルーザーへ招待する。巧みな話術で取り込もうとするが、買収するのかと脅かされ、クルーザーから追い出す。当局の動きに焦り、スイスの銀行に資産を隠そうとするが、口座はヨーロッパ人でないと解説できないと言われ、 ロンドンのナオミのおばに頼み込む。ドニーも自分の資産を運ぼうとするも、仲間ブラッドと警官の前で派手な喧嘩をしてしまい、計画は頓挫。ブラッドは逮捕。やけになったドニーは、古い鎮静剤を冗談にプレゼントし二人で飲むが、全く効果がなく大量に服用する。そんな中、突然元刑事の私立探偵から電話があり、自宅と会社が盗聴されているという情報が入る。 登聴されないよう公衆電話のあるカントリークラブへ向かい、詳細をやり取りしているうちに遅れてきた薬の効能で卒頭する。なんとか這いずり、ランボルギーニで帰宅するも、翌朝目覚めた時には、奇跡的に無傷ではあったが、車は大破していた。当局に目をつけられた上段に対し、顧問弁護士は、司法取引と辞職を進めるも、 辞任の挨拶を社員の前でスピーチしているうちに気が変わり撤回。すぐにマデンの株の件で政府から召喚状が届くが、冗談をはじめ社員柱を切る。出国を禁止されているのにもかかわらず、クルーザーでイタリアに行くと、マデンが大量の自社株を売ったことやナオミのおばが、休止した連絡が入り、急いでスイス銀行に向かうも、クルーザーは嵐で遭難して、 コンサビンに救助される。多数の罪状で有罪になるも、4年の原型の代わりに、盗聴器をつけて、ウォール街の仲間の情報を集める、よう、FBI から、司法取引を持ちかけられ協力する。家に帰るとナオミが離婚を切り出し親権をめぐって、口論となり、子供を奪い車で逃走しようとするも、はになっており、事故を起こす。その後、盗聴をする際に、 ドニーをかばったメモが決め手となり逮捕。吹っ切れたジョーダンは仲間の情報を売り3年に減刑され収刊。はじめはおじけづくも刑務所内で買収し、テニスをして優雅に過ごす。数年後、ニュージーランドで公演を行う姿があった。彼はこのペンを売ってみろと語り出した。カッコ内は日本語を吹き替え。カッコ内は映画内での役名2007年。 ディカプリオは、ジョーダンベル・フォートの回想録、ウォール街狂乱日記、狼と呼ばれた私のやばすぎる人生の権利を、ブラッド・ピットとの入札合戦の末に獲得した。プリプロダクションの間、スコセッシは、シャッター・アイランドの仕事を始める前に、本作の脚本に取り組んだ。彼は、ワーナー・ブラザースの下で、制作許可を得ることができず、5ヶ月無駄にしたと述べた。2010年、 ワーナーブラザースは、リドリー・スコットを監督にオファーし、レオナルド・ディ・カプリオを主演とした。ワーナーブラザースは、最終的にプロジェクトを中止した。ワーナーブラザースの後にレッド・グランティ・ピクチャーズが名乗りを上げ、2012年に制作が決定し、スコセッシも復帰した。撮影は2012年8月8日に、ニューヨーク州で開始された。ジョナヒルによると、 彼の撮影初日は2012年9月4日である。長年スコセッシ作品の編集を務めているセルマスクーンメーカーは本作はフィルムではなくデジタルで撮影されることを明かした。パリプレミアでのレオナルド・ディカプリオとマーティン・スコセッシ。北米では2013年12月25日に一般公開された。当初は二千十三年十一月十五日公開予定であったが、 上映時間短縮作業のために延期された。2013年10月22日、同年クリスマス公開が報じられた。2013年10月29日、パラマウントはクリスマスの日に公開し、上映時間は165分であることを公式に発表した。しかしながら2013年11月25日、上映時間は179分であることが発表された。 この映画のレーティングは強い性的なコンテンツ、写実的なヌード、薬物の使用、言語、いくつかの暴力場面のために R 指定となった。スコセッシは NC-17 指定を避けるために性的コンテンツ及びヌードを編集する必要があった。それでも過激なシーンが多かったため、制作会社のオーナーの母国のマレーシアでは公開禁止になってしまった。 最初の予告編は2013年6月16日に公開され、カニエウエストのブラックスキンヘッドが使われた。2013年10月29日に2本目が公開され、ナナホースのメスラボゾソステッカーとザゲットウェザーのハングユーフロムザヘブンズが使われた。ロッテントマトズでは142件のレビューで支持率は76%となった。 またメタクレティックでは44件のレビューで過重平均値は76、100となった。ローリングストーン氏は今年度のベスト3の作品と評した。インターネットムービーデータベースにおいては8.5ポイントと非常に高い評価を受けた。これは第86回アカデミー賞作品賞にノミネートされた10作品の中で最も高いスコアである。本作のシネマスコアは C であった。なお、この評価は非評価から国評されたリベンジマッチや47ロニンの B よりも低いものである。第86回アカデミー賞において作品賞、監督賞、主演団優賞、助演団優賞、脚色賞の5部門にノミネートされた。ありがとうございます。